皆さんこんにちは。ハワイのトリセツのアイナです。お元気ですか？今日もハワイはいいお天気です。12月に入ってですね、ハワイも朝夕は少し涼しくなります。最近はエアコンなしでも寝られるようになりました。ハワイは12月から4月にかけて雨が多くなります。まあ雨が多いと言っても日本の雨のように一日中降っているっていうことはありません。常夏ハワイですからね、太陽がちゃんと顔を出してくれます。さて今私たちが歩いているのはメインのカラカウア通りを、ダイヤモンドヘッドとは反対の方へ向かって歩いています。今日向かっているお店はハワイに来たらここは定番中の定番、みんな行くでしょうっていうお店です。芸能人もたくさん来る場所です。こちら 8080s です。 T シャツをはじめいろいろなものがいっぱい売ってますよ。この階段、車のナンバープレートがたくさんデコレーションされていて、めちゃくちゃ可愛くないですか？インスタスポットにもなりますね。それでは行ってみましょう。お店に入るとこんな広くてすごい数の T シャツがどっさり置いてあります。いきなり可愛い T シャツを見つけました。Just married って書いてあります。これめっちゃ可愛いですね。新婚さんにぜひ着てほしいです。それにしてもこんなにたくさんあってどうやって見たらいいのかなと思ってしまうと思うので、店内の様子を説明しながら紹介していきます。入ってすぐは男性もの、そして真ん中が女性もの、奥が子供用というふうに並んでいます。手書きで書いてあるこのサイズがまたハワイらしいですね。 T シャツは女性ものが23ドル99セント男性ものが26ドル99セントとシンプルに値段がついています。メインのマスコットのややちゃん、そして男の子はククちゃんというんですけれども、これ皆さんどこかで見たことある人たくさんいると思います。そしてややちゃん、ククちゃんだけではなく他にもこんなにファミリーがいますよ。それではお店の人に伺って、おすすめ T シャツを紹介していきます。これはボクシングをしているややちゃんとククちゃんです。こちらはストロベリーにしがみついていますね。バックプリントには Have a very nice day とストロベリーのベリーと Very nice day をかけてますね。あとこれすごい、私これ好きなんですけれども、ラーメンを食べているややとククです。めっちゃ可愛くないですか？そしてですね、この犬のウイスキー、こちら 8080s ファミリーに新しく参加した家族でまだ1歳だそうです。そしてこのねウイスキーのこの T シャツがすごい人気だそうですよ。裏から見るとウイスキーのお尻が見えます。これは可愛いかも、買っちゃおうかな。こんな可愛いトレーナーもあります。そしてこちらはアロハシャツ、ややちゃんアロハシャツですね。88ドルです。そして今男性ものを見たんですが、今度女性の方に行ってピックアップしてみたいと思います。このトレーナー可愛いですね。
可愛らしいデザインもたくさんあります。サーフィンをしているややちゃんも可愛いです。そして8080さんでは芸能人とのコラボ商品も多いんですけれども、私たちが見つけたのはこちら、バナナマンの T シャツです。ハワイで来てビーチを歩きたくなるようなこんなドレスもありましたよ。8080sは1988年に始めたことからこのように名前をつけたそうです。それでは次は子供用も見てみましょう。子供用がね、たくさん売れるそうですよ。小さいアロハシャツやドレス、そしてもちろん可愛い T シャツもたくさんあります。どれも着せたくなっちゃいますね。そしてこんな T シャツもありました。ウルトラマンとのコラボです。ウルトラマンもハワイに来るんですね。そして T シャツの他にも、こんなねハワイらしい帽子なんかも売ってます。こちらはエプロンですね。これもいいかも、かわいいですね。トートバッグもたくさん売ってます。いろいろあって迷っちゃいますね。こっちはポーチですね。これもすごい可愛いと思います。マグカップの種類もいろいろあります。あ、そうそう、それと犬の洋服もありましたよ。見てください、私も犬がいたら着せたいです。可愛いステッカーもたくさん売ってます。スーツケースに貼るとちょっとハワイ通に見えるかも。ビーチサンダルやビーチタオル、ビーチに行くときのグッズもあります。ちょっとですね、取材を忘れていろいろ物色していると遠くの方からピカケが叫ぶ声が聞こえてきました。ヤマピー
ていってますけど、どうも写真を見つけたようです。ほんとここ8080s にはたくさんの芸能人が訪れています。お店の中にはいろんなところにね、たくさんのお店にやってきてくれた人たちの写真が貼ってあるので、それを見るのも楽しいかと思います。お店の中にはちょっとした面白いデコレーションがあったり、あとこれは今映っているのはアメリカの車のナンバープレートですね。これも売ってます。あとこれ売ってるのかなって思うサーフボードが置いてあったり、なんともハワイらしいお店です。そしてお店の一角にちょっと雰囲気が違うおしゃれな空間ができていたのですが、そうそう、私思い出しました。テラスハウスアロハステートで活躍していた、エビアン、これここのオーナーさんの娘さんなんですよね。そしてこの 8080s の一角にイラスイムというブランドを立ち上げて、エビアンのデザインしたものが買えるようになっています。ハワイの人たちの間でもテラスハウスは大人気でしたね。こちらもぜひ覗いてみてください。それでは皆様、今日も最後まで見ていただきありがとうございます。日本の冬は寒いので風邪などひかないように気をつけてくださいね。それではまた来週。